確かソクラテスとか、まあ、その思想哲学を作った人って奴隷、まあ、が働いてて暇だったと思うんですよね多分ソクラテスとかが、あのー、肉体労働を毎日してたら多分思想とか考えられないですよねだつまり、あのー、人間は暇でなければいけないと <laughs> 暇じゃないといろんなこと考えられないだろうしいろんな自分の生きる道っていうのを多分 考えられないと思うんですよねだってその棒殺されていくわけじゃないですか結局その考えても明日仕事だし満員電車乗らないといけないしって話でんかやっぱ暇になるっていうのがやっぱ最強なのかなと思います最近僕は本当思いますもん暇だなと思って暇だからいろいろ考えられるしそう暇だからいろいろできるし暇じゃなかったら本当何もできないかなっていうだ暇な人生ほどあの ただしね、これね、考えることをしない、考えない、やることもない、夢、希望もないの暇はかなり地獄だと思います。僕実際ニートの時暇だったんですけど、地獄でしたから。この先将来どうしようかなみたいな。もうどうやって生きていくみたいな。まあ、時間はめちゃくちゃあるんだけど、もう地獄絵図ですよ。うん、だからもうぼーっと生きるっていう、ひたすら <laughs>。 もう何のため本当、あれ地獄でしたね。うん。だからその暇で、暇であり、なおかつ、まあ自分の選択で考える、自分の選択で全て行動できる、なんかその、うん、なんだろう、選択の自由ですよね。でも多くの人って選択の自由がないわけですよ。なぜならば、例えばサラリーマンで働いていて、 じゃあ,、まあ転職はできるチャンスはある転職はできるみんな平等として転職ができるけどもじゃあそれ転職できなかったらどうすんのとかねいや転職先で給料落ちたらどうすんのとかねなんか,なんかこれの収入がたたれたらこの収入がたたれたらどうすんのっていう話になっちゃうんでだから本当に自分でそのお金を稼いでいく1人で稼いでいくっていうことができるようになった方が いろんなことを考えられるし、いろんな勉強できるし、いろいろできるから、うーん、なんか、まあ、億万長者合宿ってこのやり取りしてますけど、これも暇じゃなかったらできないですからね。暇じゃなかったね、久保さん。どうすか久保さんがマージャン店であの働いてたらこれできますこの、このペースでね。まあで、久保さんだったらできるけども、多分このペースではできないですね。だってお客さんの接客業あるじゃないですか。ね。 レジ打たないといけないし、接客しないといけないし、なんか注文受けたなんか運ばないといけないし、無理ですよね。この、この、このやり、この感覚では無理ですよ。うん。だから暇が全ての、暇、暇だからこそ、もう無限にコンテンツがどん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 出来上がってしまうっていうね。<laughs> そう。だからね、久保さんとのこのやり取りなかったら、いや、ほんと暇ですね。<laughs> 久保さん、そう思いません 多分久保さんも多分思ってると思いますけどこのやり取りなかったら多分相当暇でしょう <laughs> ね。<laughs> ねえ。まあ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 別にね久保さんは他の動画撮ればいいだけなんですけどまあ僕も別にねこれしかやってないってことじゃなくて他の動画も撮ってますから全然あれなんですけどやっぱ24時間あって8時間寝ても16時間あるわけですよでこの16時間全部自由だとまあまあ余力ありますよ本当にね。 だ暇最強ですねいってらっしゃい。